制されてるんですけど、はい、許可取ってますかね。いや俺 YouTuber なんで許可とかいらないですから。俺 YouTube 見てください、 YouTuber っすよ。許可なんかさせてないんですか。いやいや、そういうんじゃないんで、 YouTuber なんで俺。いや今いいとこなんですよ。僕が宣伝したらこの店めっちゃ儲かりますよ。ちょっとおい、ちょっとやめろって。おいやめろ、おい。卵卵卵ふふ。エッグヤザーの無敵テレビ。今巷で話題の YouTuber、 しかしその YouTuber が現在問題になっている。有名 YouTuber たちの台頭により、 YouTuber に憧れた少年たちが YouTuber を自称し、許可も取らず店内で勝手に撮影するなど社会問題となっているのである。今回はそんな自称 YouTuber がパチンコ店からつまみ出される一部始終をご覧いただこう。ヤザキン TV エビデイということで、本日はパチンコ屋さんにやってきました。何やら今日は吉本のパチンコが出たらしくて、俺が今日は商品紹介したいと思います。このパチンコ吉本タウンっていうのは、なんか吉本の芸人がたくさん出てるらしいんで、今からちょっとこれ撮ってバチバチ宣伝して商品紹介したいと思います。当たるかな。お、もういきなりピースと今田とか東野小籔とかが出てるぜ。さすが吉本興業、いろんな芸人がいるな。ははは、なんかチャンスとか言ってるぜ。渡辺直美とタムケンだ。お、ジュニアも出てきたぞ。すげえな、吉本のパチンコ、いっぱいいろんな芸人が出てくるぜ。カラフジリーチ、なんだこれ、カラフジがすごい。ライ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 やってるぞ。おお、よくわかんないけどすごそうだ。なんだこれ、得意だ、チュートリアルの得意が出てるぞ。ヨギータだ、ヨギータ。おい、下ネタすごい言ってるぞ。お、また当たり前体操だ。当たり前体操が来たぞ、また。お、ダメじゃねえかこれ。おい、ヨシ、おい、ヨシやってろよ。緊急告知か、なんだろう。今回は特別にダウンタウンスペシャルスペシャルを、なんだこれ、すごいリーチ。お、ダウンタウンだ。浜ちゃん頑張れ。行け、これ、ミキシー頑張れ。おー、来た来た来た、イエーイイエーイ、このパチンコ屋でフィーバーだぜ、イエーイイエーイイエーイ。すげえ、当たったぞ当たったぞ当たったぞ。ちょっと撮影されてるようですけど、はい、許可取ってますかね。いや俺 YouTuber なんで許可とかいらないですから。俺 YouTube 見てください、 YouTuber っすよ。許可がないと撮影できないんで。いやいや、そういうんじゃないんで、 YouTuber なんで俺。いやいや、今いいとこなんすよ。僕が宣伝したらこの店めっちゃ儲かりますよ。ちょっとおい、ちょっとやめろって。おい、やめろ、おい。パチンコをしながら笑えたら最高じゃないですか。まあ、飽きさせないじゃないですか。想像を超えるんじゃないですか。ほんま、いろんなお笑いを盛り込んでますよね。これは挑戦なんじゃないでしょうかね。パチンコ吉本タウン、吉本のガチ、コント、漫才、バラエティ、新ネタ毎日更新、総出演者数268人、笑えるパチンコ吉本タウン、みんなもぜひ遊んでみてくれよな。よろしく。助けてー！助けてー！
そうです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。